しました。あ、復活だって。多分イヤホンをなんか変な感じになってたんで、すいませんって感じで。画角何って感じなんですけど。はあ、うん、ハート復活。もう、いや、家でね、家で打ち合わせすればよかったんやけど、なんか時間が中途半端すぎて来たのよ、早く。そしたらめっちゃ早く終わった。ここは劇場です。秋葉原にいます。今日は劇場一番乗りでした。私劇場一番乗りのこと少ないんですけどね、今日はめっちゃ一番乗りでした。はい、リハがこれからなんですよね。はい、リハがこれからです。今日来る人いますか？
前髪の長さおもろいな、おもろいな。前髪切り直そうかな。ちょっと相当気になる、癖すごいし。神手でーす。今0点です。前髪セットしてなさすぎ。いや、セットっていうかアイロンしたのに、風とあれで、あれ風とあれで、あの崩れた。まだメイクしてない。すっぴんすぎる。すっぴんすぎて草。もう前髪、前髪気になる。マジで髪染めたいのに。もう予約が取れません。マジで髪染めたい。前髪も切りたいし。もう髪がバサバサ。眠い。涙袋爆誕。涙袋、これ涙袋やんな。涙袋。髪色は次は何色でもいいんですけど、緑以外だったら何でもいいです。お任せで。でも髪のトーンはまあいつも通り暗めです。暗めにします。さすがにハイトーンはもうちょっと疲れるんでやめます。何時に起きたん？11時過ぎ。ちゃんと寝てます。11時過ぎです。いや、打ち合わせはすっぴんでするか迷ったんだけど、どうせマスクすると思ってすっぴんでしてしまった。でも全然画質悪いし多分大丈夫だったけど、申し訳ねえ。すっぴんすぎて自分の顔が見れない。あ、次は波動でお会いしましょう。マジでもうすぐ過ぎて波動がちょっと無理かも。あ、朝ウェルシアでお買い物してきたで。そうなの、嬉しいお知らせですよね。それマジで薬局のウェルシアさんとAKB がコラボしてキャンペーンしています。近畿エリアのウェルシアの薬局で私とずんちゃんの声が流れてます。店内アナウンスみたいな感じのやつで、こんにちはみたいな感じでアナウンスしてます。ぜひ聞いてください。わざわざ関西に足を運んでいただいてですね、よろしくお願いします。私もまだ聞いてないので、その館内放送みたいなの。そう、私とずんちゃんの声は関東では聞けないのよ。それがまさかの。そうなので、ちょっと言っていただいてですね、私も近々大阪行くんで、それでしたいと思います。聞きたいと思います。はい、あとなんか言うことあったっけ。私お仕事戻りますね。そっか、平日ですよね。すいません、来てくれてありがとうございました。
私そろそろ春服欲しくて、春服探し中今。春はまだまだだよ。まだか、全然まだか。春って何月？3月後半から5月前半ぐらい。6月ぐらいまで春かな。6月は梅雨か。さゆかちゃん好きなブランドとかあるの？私でもレディアゼルはもう普通に毎日好き。どういうこと？でチェックするのはスナイデル、リリーブラウン、ダズリンあたり、この辺はもう常にチェックして、ウサギオンライン系のやつはまあ常にチェックしてます。あとは韓国の洋服のサイトのサイダーもアプリ入れたんで、サイダーも見てます。インスタに載せてた飲み物ってどんな味な？あ、昨日さよなと飲んだやつ、あれウインナーコーヒーですよ。ウインナーコーヒー、ホイップ乗ってるコーヒーのやつ、可愛いんですよね。あのお店、喫茶店みたいな。手痛い手痛い、しびれる。マジ画角、画角何？スタンドないからさ。そう、14日の公演から声出し OK なんですよ。ワクワク。もうどうだってさ、私14日の公演はないけど、14日以降の公演にまた出るから、それ声出ししてる公演ってどんな雰囲気だったっけね。ドキドキやね。だってさ、重力シンパシーで声出しまだしたことないじゃないですか。聞いたことないんです、シンパシーの公演で声。だいたいまあツアーとかで8の曲とか、まあ、雫は16人の時とかは普通に声出しがあったと思いますけど、もう忘れてますからね。初見だからちょっと楽しみ。皆さんも忘れてると思うので、ちゃんと練習してきてください。でも皆さんでも結構心の中でミックス打ってたりするんかな。チャン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 。いやー、おー、2月ということで早いですね。今日は A のみんなにカリカリ梅とマカロンを持ってきました。バレンタインです、私からの。好きなものを強要するやつ。本当はピエールエルメのマカロンにしようと思ったんだけど、あの昨
行った時間が遅くてやってなくて、だからちょっと申し訳ないんだけど成城石井のマカロンです、すいません。あの結構お手頃価格なんですよ、成城石井のマカロンって。でも一応24個入り一番でかいやつ買いました。なんか申し訳ないなと思って、あの本当はね、あのちゃんとしたお店で買いたかったんだけど時間なくて、すいません、ここで謝っとく。気持ちだからね、そもそもそういうのって気持ちだからね。でも食べたことないんで、成城石井のマカロンだから、まあちょっと私も味見して食べてみたいと思います。美味しかったらね、お得でいっぱい買えるから楽しみです。お腹空きました、最近すぐお腹空くんですよね。マカロンキャラも大変だねって、キャラちゃうのよ。ただ私の大好物っていうキャラじゃない、もうキャラっていう作ってないからね、まず本当に作ってるように思われてますけど作ってないからね。好きな食べ物マカロンですって言ったら嘘やーって言われる、このどういう、で昔から言われてたんだよね、私がマカロン好きって言ったら。最近よく千織さんが突っかかってくるんですけど、あの昔ファンの人にも、あのほんまにみたいな、ショールームでビジネスってよく書かれてたんですけど、いやいやいや好きですけどっていう。それマカロンちゃんまで作ってる、そうですよね、本当よ、本当よね。この前の公演の MC おもろかった、あの自己紹介であんな長く喋るつもりないのに、できればちょっと急ぎ目に終わりたいぐらいなのに、めっちゃ普通の MC ぐらい喋っちゃってちょっと申し訳なかった。っていうかファミマでカリカリ梅が売ってなかったんだけど最近。だけどなんかファンの人が言うにはリニューアルするからなんかあの売ってなかっただけで、また新しくリニューアルしたのが売ってたよみたいな感じで755で教えてくれてて、あ、そうなんやと思って、よかった。もう冬は売り出さないのかと思ったけど、普通に今日も売ってた。やばい、お腹すいた。待って、お腹空いた、無理。今日のお弁当何かな。私本当にお弁当に煮物入ってたら食べないんですよ。お弁当は結構さ煮物多くて、なんかのもあれだからもう食べないっていう選択をするんですけど、和食は苦手じゃないんですよ。
煮物もまあ食べれるけど、お弁当のがあんま好きじゃないんですよ。お魚も好きだし、で味噌煮みたいなのはちょっと嫌だけど、煮物本当に無理で、無理っていうか、そう食べなくて、見た目がちょっと。そうなのよね。これから劇場に向かいます。待ってますよ。今何時ですか？ちなみに結構もう喋った。チャンチャンチャン。あ、14時51分ありがとうございます。ありがとね。ランキング読んで15時には終わりたいと思います。13位、ライオン丸あった。せいちゃんすっぴんも好きだよさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、しんごあった。せいちゃん公演頑張ってねさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、ケンプあった。せいちゃんまつげ上がってるねさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、ひーくんあった。公演オンデマで見ますさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、よしやっと、マカロンちゃんと変えてよかったねさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、よしおんあっと、せいちゃんのマスクかわいいさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、けいちろうあっと、公園行きたいさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、ゆうすけあっと、配信楽しかったさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、トルオヤジアット、短い前髪も好きだよさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、ひのちゃんの中心アット、カリカリ梅食べた、食べたよ、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、中心アット、せりちゃん今日も可愛いよさん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、中心アット、今日の、髪型なんですか、あれにします、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。そして1位は、ででん、淡路の黒ひょうアット、今日も真っ白だねさん、ありがとうございます。書いてないけど。イエーイ、今日もありがとうございます。イエーイ。あれ、ちょっと待って、よし、いけた。じゃんじゃんじゃ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 んじゃん。15時になったら教えてください。終わりますので。じゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃん。公演楽しんでね、公演頑張ってね、頑張ります、楽しみます。怪我しないようにします。スタバの桜美味しそうだった。それの楽しみすぎる、マジでやばい、本当に楽しみ。スタバの桜楽しみ楽しみ。じゃん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 。お腹すいたです。めっちゃお腹すいた。お腹すいて無理。
でもここ来る前に春雨スープと白米食べてきた足りるわけがない。タン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 、そうですよね、平日のこんな中途半端な時間に配信してすいませんね。明日はできそう、配信なので、あの見れたら見てください、お願いします。タンタンタタ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 タ、でも今日話しすぎても明日話すことなくなるんで、ちょっともう今日は黙ってますネタ切れ、すごネタ切れすぎるわ、さすがに。明日するしいいよねちょっと前髪が気になって仕方ない、本当に無理。こう見たらマシなんだけど、なんかアップで見たらやばい。ちょっと頑張って切ります。本当に髪も染めたいし切りたいんだけど、前髪をすごい音だった。目は最初より開いてるように見える。あ、マジ眠かったからね。目腫れてる私、もしかして今日なんかプニプニやん、ここ特に。こんないつも腫れてないけど、まあリハしたらね収まるか。マスクでかい、そう普通ですけどね。そんじゃあねもう今日は喋ることはないので終わります明日も多分できるんで、あの明日も話しますので、今日はもういいよねってことで終わります今日もありがとうございました。あのまた見てください、公演頑張ります。バイバーイ。ネタ切れじゃないです、明日も話すからってことですよ。ありがとうございました。バイバーイ。